おはようございます。やんちゃです。2024年8月18日日曜日の夜です。はい、よいしょ。タイマー15分、よいしょ。なんだ声が出てないな。あー、なんかさっき風呂入ったからかなんか水が抜けてないんだな。水抜きモードどうすんだっけ。別にいいのか。すみません、よくわかりませんでした。あ、はい、なんか大丈夫ならいいです。なんか 水抜きが必要だと水抜きモードみたいなのになるんですよね。で、なんかこのリューズを長押しするとなんかブルーみたいな音が出て、でスピーカーから水を排出してくれるみたいな。必要な時しかそのモード出てこないから今は必要ないんでしょうね。さて、涼しいやっぱ夜中に風呂上がりに屋上に上がってくるのが一番快適っていうか、こんないいものはないよね他に。はぁ、やば。ただ問題があって、なんか最近夜中に屋上に出てきてるじゃないですか。夜中に出てきてるからなのかどうかわかんないですけど、あれなんですよね、なんか足がすごい虫刺されになっててめちゃくちゃ痒いそう、結構強力な蚊なのかな、アブみたいな、アブっていうかブヨっていうんですかね、こういうの。蚊の痒みじゃない気がするなこれ。はあ、やばいんですよね。なんかちょっと足首からふくらはぎにかけてめちゃくちゃ刺されまくってるんで、まあ裸足で出てくんなっていう話なのかもしれないですけど。はあ、かといってね、風呂上がりにまた虫除けスプレーとかすんのやだしなすごい難しいっすよね。はあ、まあいいか。はい、今日の時刻は今3時29分。まあいい感じの時刻っすよね27時半。はあ、もうこんな時刻になっちゃったか。今日一日何やってたか、いや本当に大したことやってなくて、今日も起きたのは何時ぐらい、1時ぐらい、昼の1時ぐらいで、でまあ寝たのがね5時とかだから、5時に寝て13時に起きたら8時間寝てることになるんで、まあまあですよねそう、睡眠時間で言えば。で起きた後何してたっけな、ご飯食べて外にも出ず、まあパルワールドですかね、パルワールドやってましたね。パルワールドやってたんですけど、昨日言ってた終わらせたいみたいな、桜島、6月末に来た桜島アップデートのボスをクリアしたいって言ってたんで、ちょっと挑戦してきました。レアガトリングガンが完成したので、それをちょっとぶつけに行ってきましたけど、3割ぐらい削ったところで死んじゃいましたね。はい、ただだから10分間の制限時間で多分最初の2分ぐらいで3割ぐらい削れてるんで、まあ余裕を持って削り切ることはできそうという感じではあるんですけど、いかんせん敵の攻撃をですね避けるプレイヤースキルに乏しくて、これ本当に練習しないと無理じゃない攻撃する時に、攻撃する時にあの竜属性がつくパルに乗ってなきゃいけないので、パルに乗った状態で左右に動いたりしていい感じに避けるんですけど、パルワールドってなんかそれがリリースされた時にも思ったんですけど、あの基本的に NPC のなんか AI っていうと今の時代 AI のことを指しちゃうからあれですけど、要するにコンピューターが自動的にその NPC 敵とかをこう動かしていい感じに敵対してくるわけじゃないですか、こちらに。つまりこちらを狙ってなんか弾を撃ってきたりとか、こちらを狙って近寄ってきて殴ったりとかしてくるわけじゃないですか。
それが基本的にはそこまで賢くないんですよね。そこまで賢くないんですけど、あの弾を撃ってくる時の精度だけが凄まじくて、例えばわしがこう真横に平行移動、敵を正面にして平行、敵を正面にして平行移動してるとするじゃないですか。平行移動してると敵がなんかまっすぐ撃つ、そして弾速がある程度あるものを撃つときに、平行移動している先に偏差射撃をしてくるそう。だから横に動いてさえいればスカ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 ってなるんじゃなくて、横にずっと単調に動いてると、その単調な動きの先に狙って撃たれてビシッて当たるわけですね。それが結構賢くて、つまり単調に動きつつ相手が撃ってくるモーションをしたら裏切って反対側に動くとかしないといけないと、と思えばその偏差射撃じゃなくて立ち止まると当たるような感じで撃ってくるなんかブレスみたいなやつもあると。だからそれを覚えて、あ、これは偏差射撃のやつだとか、あとこれは範囲攻撃だからこの範囲から出るように動かなきゃとか、あとは何ですかあのブレスみたいなやつは立ち止まらないように動き続けなきゃとか、あとどうあがいても避けきれない、どうあがいても避けきれない速度でこう追尾してくるやつに関してはおそらくですけど、その攻撃が来る直前になったら近づいて裏に回り込むとかしないといけないでしょうね、きっと。なんかそんな雰囲気を感じるみたいな、なんかモーションを、いくつモーションがあるのかを覚えて、そのモーションごとの適切な行動をするみたいな、まあよくあるゲームの攻略なんですけど、モンスターハンターとか、あと何ですか、ファイナルファンタジー14で合ってるネットゲーのボスとか、大体そんな感じなんですよね。パターンを覚えて、なんかこれの次はこれが来るとか、範囲が赤くなるからその外に出るとか、あとはなんか縦横無尽に何かが来るんだけどここだけはアンチとか、アンチってあれですよ、あの敵対してくる人のことじゃなくて、あの安全地帯のことですよ、はい、安全地帯を覚えてそのパターンをまあなぞって行動するみたいなのが必要っぽいですねでファイナルファンタジー14の方はだいたい8人1組なんですよ。8人でパーティーを組んで、といっても固定パーティーである必要はなくて、野良でなんかこのダンジョンやりたいですって言ったら、あの適当に待合室みたいなところで待たされて、で適切なジョブの人が集まってきて8人集まったらさあ出発みたいな、そういう感じになってるんですけど、その8人いるやつはなんかだいたい他の人がその手順を覚えてたりするので、みんながやってる行動を真似してついていけばよいとあ、なんかでかい攻撃が来そうってなった時に、なんかみんながわらわらわらってなんか左端に寄ってったら、あ、この場合は左端に寄るんだみたいな感じで後からよちよちついていくと、あー、なんか安全地帯だったみたいな、なんかその行動のことをピクミンっていうらしいんですけど、まあ、ピクミンってあの任天堂のゲームあるじゃないですか。あれなんか主人公に対してなんかピクミンっていう植物だか動物だかよくわかんないやつらがあのついてくるんですね。ピピーって言うと後ろからついてきてくれて、なんか可愛いんですけどつまりあのみんなについていくというのがピクミンっていう行動なわけですね。でなんか最近ファイナルファンタジー14私あんまりやってなくて、でなんだっけ、パッチ 6.0 からやってないんですよね。でこの間 7.0 がリリースされたらしくて、ついに6をやらずに7がリリースされてしまったみたいな状態なんですけど、そのパッチ7が新しく出たから新しいダンジョンをみんなでやってるっぽいんですけど、それでピクミンをやるとなんか
アップデートして追加されたばっかりだから、別に誰も詳しくないので、なんかこうかなと思った行動をしたらみんなついてきて、みんながついてくると死ぬみたいな。みんなまとめて死ぬみたいな。そういう面白い状況になってるらしくて。やっぱファイナルファンタジー14は、なんか最新のエピソードまで追いついておいて、最新のエピソードが来た瞬間にみんな誰しもが初見の状態でやるのが一番面白いような気がする。はあ、じゃないと単にストーリーに追いつくためにずっとピクミンしてればいいやみたいな。まあそんな簡単なダンジョンだけじゃないんですけどね。とはいえ単にストーリー進めるだけだったらピクミンだけで大丈夫なはず。いや、わかんない、これは職業によるんですけどね。ファイナルファンタジー14って8人組って言ったじゃないですか。8人組のうち、ヒーラー、回復させる人が2人で、あとタンク、敵の攻撃を引きつける役の人が2人で、その他4名がアタッカーと呼ばれる、まあ、ダメージを叩き出す係みたいな感じになってるんですけど、そのピクミンしていいのはアタッカーだけみたいな感じ。なんかいやいや、そこはあのタンクはみんなと同じ行動しちゃダメだよみたいな。ヒーラーは別に大丈夫かな、なんか避けるだけだったら。だからタンクだとピクミンできないケースがあるみたいな、そういうのもちょっと気をつけないといけない。で、最近のタンクはなんかタンク A と B がいるじゃないですか。1パーティーに2人タンクがいるの でタンクが1人引きつけて、ある程度こう攻撃を受けた後、なんかいわゆるデバフと呼ばれるあのステータスが下がる効果みたいなやつをかけられることがあるんですね。かけられたらフレッシュなタンクとスイッチして、そのフレッシュなタンクがこう敵のヘイトを引き受ける操作をしなきゃいけないみたいな、結構そのねスイッチみたいなやつをやんなきゃいけないタイミングがよく分かってなくて、でわしメインキャラクターがタンクなんですよ。だからこのダンジョンはこのタイミングでこういう自分がこういう状態になったら、あるいはもう一方の片割れのタンクがこういう状態になったらスイッチしてあげるみたいなことを的確にやんなきゃいけなくて、それ覚えんのだるいと思って足が遠のいてる部分もある。そう、だんだん難易度が高くなるにつれそういうことを覚えなきゃいけなくなってきて、覚えなきゃいけないの本当に辛いっていう。なのでパルワールドをやっていてもついにここに来て高難易度、まあ別にパルワールドはソロで挑むやつだからスイッチとか必要ないんですけど、それにしてもモーションによって何をしなきゃいけないかを覚えないといけなくなってきたなってなってきて、いよいよわしの能力の限界に近づきつつあるパルワールド。そのもうちょっとカジュアルになんかボタンを押してるだけでクリアしたいんですけど。いや、そういうのもあるから、あのフロムソフトウェアのゲームも何一つクリアできてないんですよね。なんだっけ、ブラッドボーン、ダークソウル、あとなんだっけ、セキロ、エルデンリングみたいな、その辺。あと何ですか、アーマードコアもそういう要素ある？最近のアーマードコアは。とかフロムソフトウェアが作っているあの手のこう難しいゲームもやっぱり覚えたり手に覚えさせていくみたいなのが必要になってくるわけですね。いやー大変だ。つまり練習が必要なもの、練習が必要なものをやるのが本当に辛い。最近けん玉もやってないからな、多分忘れてんだろうな。はあ、そろそろ再開しないとやばいよな。はあ、みたいなことをずっとやってました今日は。でさすがにこれだとやばいなと思って12時回った後ベースの練習し始めましたね。1時半ぐらいからですか、1時半から3時半までの間に1時間とか1時間半とかですか、1時間半ぐらいベースの練習やりました。 YouTube でなんか
これを繰り返しやってくださいみたいなやつに合わせてドゥ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 みたいな、 これピック弾きだけど、私指弾きを練習してるので、なんかこうやってドゥ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 みたいなやつをずっとやってる。なんか一日数時間の練習を3ヶ月ぐらいやると弾けるようになるらしい、ある程度。本当か？ってことは、まあ1日1時間の練習を、まあ、100日やるとして100時間か。100時間って結構なもんですよね。今パルワールドも140時間ぐらいかな、140とか150時間ぐらいやってますけど、パルワールドぐらいやんなきゃいけないってことでしょ。なんかできそうな気がしてきた。パルワールド程度でよけっぺ。でもパルワールド結構やってますよ。結構やってるから、私もキーボードとマウスを動かす手がパルワールド指になってますからね。まあそういうことなのかな。ベース指にしろってことでしょ、要するに。はあ。パソコンのキーボードをね、タッチタイピングで打てるようになったのどれぐらいかかったかな、わかりませんけど、それ打てるようになったのも、わしは多分タイピングオブザデッドっていうセガの、あのキーボード練習ゲーム、あのなんだっけ、なんだっけあれ、元になったゲームなんだっけあれ、セガのゾンビの打つやつなんだっけ、忘れちゃった。シューティングゲーム。あれ？なんだっけ？シューティングオブザデッドだっけ？忘れちゃった。わしともあろうものが、いや、わしともあろうものがっていうのもおかしいね。わしともあろうものが、ん？合ってる？言い回しも忘れちゃった。はぁ、あ。わしともあろうものが、セガのシューティングゲーム、なんとかオブザデッドを忘れてしまった。はあ、ゾンビオブザデッドだっけ。忘れちゃったマジで。なんかそのシューティングゲームのキーボード版みたいなやつがあって、それで打てるようになったんですけど、はちゃめちゃに。なんだっけな、どんぐらいかかったかな、それも3ヶ月ぐらいだった気がするな確か。やっぱそんぐらいなんですかね、1日1時間3ヶ月で。多分最初の20時間でなんか軌道に乗ったみたいになるんでしょうね。でその軌道に乗った状態を100時間繰り返すと、なんかある程度弾けるみたいになるのかな本当に。ちなみに今多分累計時、ちょっと毎日累計時間をこうやんちゃクラブで積算していくか、おとといぐらいにやってたのが多分2時間で、今日1時間半だから、まあ切り上げるか、切り上げて今 2+2 で4時間ですね、4時間です。あと16時間、あと16時間で20時間のマイルストーンで、さらにその次100時間のマイルストーンがあるという感じですね。はい、まず最初の20時間どうなるか。確かあれですよね、キューブも20時間で一応空で揃えられるようになった気がする。記憶は定かでもないが、ほとんどやんちゃクラブでだけやってたと思うんですけど、まあ、それが多分20時間ぐらいだったんじゃないかな。いや、やんちゃクラブで20時間もやってないよな。やんちゃクラブとやんちゃクラブの間の撮影外の時間でもやってたのを合わせて多分20時間だと思うんですよね。すごくないですか、ルービックキューブ揃えられるの20時間あれば習得できるんですよ。でもっと早い人はもっと早いし、まあもちろんもっと遅い人もいるのかもしれないけど、多分20時間を中心に、まあ10時間から30時間の間ぐらいじゃないかな。そう考えると、ただベースなんかやってて分かってきたのは、なんか単に覚える、まあ覚えるのもまあ必要っちゃ必要なのかもしれないけど、もうほとんど指の鍛錬って感じですよね。指をこんなに、なんか4本の指をドゥルルって動かさないですよね。なんか2本指、ただこの状態で弾いてると弾きにくいので、
この手が開いてるんでしょうね、世のベーシストは。だからこういう感じ、こういう感じ。まだ親指の置き方、どこにどう置くかとか確立してないんですけど、まあ、それも含めて自分の弾きやすい状態をこう見出すのにも時間が必要なんでしょうね。ドゥ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 ンドゥンドゥンドゥン。結構ねベースの練習1時間半とかやってると、その寝てる最中とかになんか耳の奥でドゥン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 とか音がしてくる。ベース音が夢に出てくる。ちょっとやばいっすよね。はあ、なんかね繰り返しなんか単調な音を聞いてるとなんか耳にこびりつくっていうか、そうなっちゃうんですよね。で昔わしが大学生の頃、あの電話を取るバイトをしてたんですけど、電話を取るバイトもう一日中鳴るわけですよ。まあ夜勤なんで鳴らない時は鳴らないんですけど、台風の日とかあと地震があった日とかそういう日はめちゃくちゃ鳴るっていう業種だったんですよ。でもう本当、しかも夜勤で12時間拘束で途中3時間仮眠時間があって、追加で1時間なんか夜ご飯食べる時間みたいなのがあって、まあ、実質8時間働いて、4時間休憩みたいな感じだったんですけど、その台風とか来るともう休憩時間全部返上してやらざるを得ないっていうか、結構しんどかったですよね。普段は全然なんか休憩時間返上とかっていう事態にならないんですけど、本当台風とか地震があった日は12時間丸々電話が鳴り続けてみたいな感じになるんですよ。しかもその受けた電話の報告書とかを書かなきゃいけないから、こう拘束時間の全てを電話取って、その後溜まった報告書を書く残業をするみたいな、結構地獄みたいな状態になるんですけど、それ12時間だから本当忙しい時は14時間ずっとぶっ続けで電話みたいな。結構やばいですよね。しかも翌日大学あるしみたいな。まあ台風の時期は大体夏休みだったりした気がする。そうでもないかな、9月とかかな、9月とかかもね。9月とかだともうなんか後期始まってるかもしれないから本当厳しいですけど、いや何が言いたいかっていうと、もう14時間とか電話の仕事したあと家に帰ってシーンとしてる中でもずっと電話が鳴ってる音が聞こえ続けるんですよね。でなんかうとうとして家に帰って 寝ようと思って、昼間寝るんですけど、寝ようと思って横になってなんかうとうとし始めるんだけど、なんか電話の音が聞こえた気がして、あやばい、 寝たらやばいみたいになって、最悪な状態ですよね。はあ、いや本当はあの仕事やばかったな。割は良かったと思うんですけど、しかもその休憩時間4時間返上するじゃないですか。4時間返上して2時間残業して6時間残業するとするじゃないですか。でも月に20時間はなんかいわゆる固定残業代として毎月もらってるので、あの6時間はみ出たところであの追加のお金はもらえないっていう。いやそれは普段固定残業で残業しない状態でいろいろもらってるからに他ならないんですけど、それにしたってね、なんか普段と同じ給料かこれでみたいな。なんか固定残業代はまあいいとして、固定残業代は固定残業代で台風手当みたいなやつを別途なんか2000円とかつけてくれたら嬉しかったけどね。そういうのもなく、はい、まあたまにあの朝勤の上司の人がなんか、上司の人っていうか朝勤の偉い人が夜勤お疲れ様でしたみたいな感じで差し入れをくれたりすることがあったかもしれませんけど、なかったかそんなことは。今作り出した幻想だったかもしれん。それはっていうかそろそろ終わるか。もう寝ないとね。はい、寝ますね。はい、じゃあバイバイピー。